ガ,プガクポのリバプール遺跡ね。使いどころ多くていいっすよね。トップでも使えるし、あの、インサイドハーフでも使えるし、ウィングでも中に入らせるタイプだったら使えるしね。で、プレスの連動もちゃんとできるし、守備しっかりしますからね。ファテ放出はないでしょえ、それ具体性出てるんですかねチェルシー、さすがジョパン・フェリックス取らないでしょ ?85 億っていうのはファテの方の遺跡金かなどっちだろうそれともフェリックスかな ジャンェリックスね、その、減価償却的な考えで言うとね、120億とか取ってきて、何年かでこう、減ってって今85億ってちょうどいいかもしれないけどね。パーティーか、85億。本当はあの稼働のところでしょうね。怪我が多いから。ジャンウェリックスのいい使い方はあれですね。リバラがもうちょっと、あのー、シュートレンジ広がった感じなのかな。リバラ方よりもアジリティは低いかもしれないけど。そう、だから周りがね、 裏抜けしてててくくれれたりとかススペース作ってくれてライン間でプレーでででききたり、うん、中央で生きる選手ですよ、ね、でもあのシメオネとの関係作家っていうけどシメオネがあの選手悪く言うみたいなパターンって見たことないんでどっちかっていうとジョアン・フェリックスがどっかからオファー来てたりとかシメオネのサッカーとかにあとタイトル取りたいっていうねアトレチコと、ね、バルサー・マドリージャーそこの戦力差がありますからねそれシメオネとの関係以外のところかなと思っちゃうんですけどね。 もうちょっとボール持ちたいっ言っても、ねアトレチックの戦力だと後ろの選手たちがボール持てないからな。覚悟中盤ありで、あの、トップ下とセカンドトップというか、フォワードの一枚両方やりますよね。あ、岩田もセルティック行くんだ。ポステゴール好きだね、日本人ね。ミラン合ってますね、確かに、堂安。ウィングから中にね、切れ込んでいくのとね、トップ下でもできるしね、ミランめっちゃ合ってますね、確かに、堂安。なんなら昔ちょっと行った気もするような、しないようなって感じです ねリーズ、南の合ってると思います今のリーズ、前見た時、4231に連動したプレスかけてたよね。ビエルさんの時よりも、リスクかけすぎないサッカーになったっていうか、ちゃんとバランス取れるようになってたじゃん。普通に技術的にも高かったから。ライバルもちゃんといますよね。南の行ったからって出れるかっていうとね。今のリーズ、ちょっと見てみるね。あ、モナコとフレンドリーマッチやってるんだね。あ、アーロンソンと、お、グリーンウッド。あ、あと、ニョンとか。 ねアロンソンとかがライバルなんでしょうけどね。日本とやったときはアロンソンそんなよくなかったけどね。もう僕はアロンソンよりも南の方がいいかなと思うんですけど、ただ、まあ、年齢がアロンソン確か若い22歳だから、普通に考えたらアロンソンのを使われますからね。ら監督がね、マーシュで南の使ってくれてたみたいなのあるけど、結局ね、例えば誰だろう。前のクラブで使ってても新しいクラブで使わないとか、エメリとかまあ普通にあれするけど、他の監督でもありますよね。前のクラブだと、 あの絶対的な存在だったけど、新しいクラブになった時はもう状況変わってたみたいなさ。南は今後全然輝けると思いますけどね。ただその輝くって人によって違うから、1試合活躍するのと、継続的にスタメン出るっていうのと、そのスタメンで出るチームもどのレベルのチームでやるのかとか。ベリンガムね、シティとかありそうですけどね。中盤が結構高齢化してるじゃないですか。で、お金も出せてみたいな。あとベリンガムがどこ好きなのかにもよりますけどね。 ベニンガムの給料を出せて中盤が高齢化しててみたいな感じになると、担い手としてその辺なのかなと思っちゃいますけどね。